Fala pessoal, de boa? Continuando a nossa gameplay do Genshin Impact, estamos aqui no porto, dessa vez, né? Já tô liberando ali o teleporte também para facilitar, e a gente vai continuando com a história principal de Sumério, beleza? Então, vamos lá!皆さん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。伝統的な香料はいかがですか？凝った製法で作ってますよ。交渉成立だな。毎度あり。これはデタラメなんかじゃないよ。今あそこのエルマイト旅団は激しく争ってて、30人団の言うことは相手にされてない様子。それに君たち知ってる？ にぎやかなところだな。さすがスメールで一番大きな証拠だ。でもリシアの話を聞いたからか、なんか危ないやつがいる気がするぞ。それじゃ早速調査を始めようぜ。教令院が神と関係のあるものをなくしたのは分かったけど、 それ以外の情報は全然ないぞ。学生のふりをして情報を聞くといいってアスファンドは言ってたけど、さっきアーカー社で調べたらオルモス校に教令院の研究施設はないらしいぜ。教令院がなくしたものなんだったら学生のふりして聞き込みする方が怪しくないか？市場はにぎやかで毎日たくさんのお客さんが来てるみたいだから、この辺で聞いてみようぜ。いらっしゃい。何をお探しですか？店主、聞きたいことがあるんだけど、普段からオルモス校には学生っているのか？<笑>もちろん。それに、 毎年この時期には卒業する学生たちが詰めるシティから気晴らしに来ますよ。教令院に入学して卒業するのはそれはもう大変ですが、残って研究員の仕事をするのはもっと大変だという話は結構聞きます。ここは景色もいいですし、雰囲気も教令院より楽な感じでしょ。それにここで幸運に恵まれれば 学業と研究がうまく進むなんていう人もいますしね。ほら、あそこにも教令院の学生がいるでしょ。あの人たち、数日前にここに来てからずっと冴えない顔しているんですよ。やっぱり私たちのように商売をする方がいい。アーカー社が教えてくれるものさえあれば楽に生きていけますから。 何か話してるみたいだよな。こっそり聞いてみようぜ。はあ、ダメだ。役に立つ情報は何も聞けなかったよ。それに最近町にはエルマイト旅団の人がたくさんいて、なんだか怖そうだ。 ここ最近、オルモス校じゃいくつかのエルマイト旅団が激しく争っているらしいぜ。一人でいるときはあいつらのとこには近づかない方がいい。特にスカーレットキングやら復讐やら言ってる奴らにはレグザー町でさえ手を焼いているらしいぜ。確か、アフ、なんとか言ったっけ？アフマルの目だ。実は今日、ある情報が手に入った。 この旅団は俺たちが探しているものの情報を持っているようだ。何？君たち知らないのか？オルモス校にはあの物の取引をしているエルマイト旅団も結構いるんだ。彼らは見知らぬ人を警戒してるが、学生はそれほど拒まない。何せあの人たちは学生が欲しがっているものを必要としていないからな。身分さえ説明すれば交渉の余地はある。あの旅団の人たちは
よくジャファータバーンに現れるようだ。50万ほど払えば彼らから情報を買えるらしい。待て、50万だって？情報だけで50万もかかるなら物は高くて買えないだろう。はあ、おしまいだ。これを頼りには卒業できそうもない。そうとは限らないさ。俺たちの研究方向は不人気だからな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。売れるわけがないさ。確かに一理ある。今肝心なのは案内してくれる人を見つけることだよな。3人でモラを集めて聞いてみようか。わあ、なんか怪しいことを話し合ってるぞ。今のオイラの聞き間違いじゃないよな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ。だってさ、知識って買えるものなのか。どうするんだ。でも情報は50万モラもするって言ってたぞ。お前本気なのか。わかったよ。ちょっとモラは惜しいけど、お前がそう言うなら安心だ。行ってみようぜ。Beleza. Então a gente precisa ir pra taverna agora. Fica um pouquinho longe ali, né? Já fiz a caminhada. Saki, aitsura ga itteta no wa kono tabaan da na. Toriaezu dokka ni suwatte aitsura no itteta hito tachi ga iru ka dou ka kakunin shiyou ze. Kune no shinsu wo chousei shita hou ga ii. Okashii na. Nomitai mono ga. Otto, o futakata.いらっしゃいませ。どうぞお座りください。やつらごときがボスに喧嘩を売りてえと思うか。俺らがスカーレットキング様の力を取り戻したら、ボスはきっとやつらを真っ先に始末するぜ。もちろんやつらを恐れる必要はない。今我々の一番の競争相手はカラカル団しか残っていないはずだからな。今回はやつらも大金を手に入れた。気を緩められないぞ。カラカル団のやつらなんざ、みんな金目当ての連中だろ。これで大儲けしたいだけだ。ボスと一緒になんかできねえよ。ああ、ボスは本当に信仰深い。きっとそのお力を使って、俺たちの神様を迎えることができるはずだ。なんだか、スカーレットキングのことばかり言ってるな。オイラたちが探してるのは、こいつらに違いないぞ。あの裏切り者のマハールッカ・デバータとその民たち、絶対に許せねえ。この先スカーレット・キング様がスメールに復讐するとき、俺ら以外の全員に罰が当たるからな。オイラもちょっと気になるな。後で機会があればこれについても聞いてみようぜ。Bom, então a gente precisa conversar com os caras aqui do lado. Hã? Nani monda? Nanka yoka? Gakusei? Ha! Kyōrei-in no gakusei ga Smail City ni inai de, Olmoskou nanka ni kite nani o shiteru? Ha! Koko no ruru o yoku wakatteru janei ka. Mora wa an daro na.モラは惜しいけど、今は渡すことしかできないよな。ほら、この紙に書いてあるのが商人の居場所だ。何か欲しいものがあるなら行って選べよ。あ、行かねえのか。そうそう、さっきお前たちが言ってたスカーレットキング様に実は興味があるんだ。オイラたちは、その考古学を研究してる学生だからな。いいだろう。その太っ腹に免じて教えてやってもいい。
お前たちもわかるはずだろ。我々アフマルの目の者は皆スカーレットキング様の忠実な信者だ。当時スカーレットキング様は砂漠の中に偉大な国、つまり俺らの故郷を作った。発展具合は今のスメールよりはるかにすごかったんだぜ。スカーレットキング様は知恵の神の名にふさわしい神だった。だが残念ながらスカーレットキング様は信頼していた奴に裏切られ、知恵の神という名称まで奪われてしまったのさ。それってそう、マハルカ・デバータだ。この恥知らずがスカーレットキング様の文明を壊したんだ。俺たちの先祖もここに逃亡し、仇の下で生活せざるを得なかった。それにあいつは教令院の奴らと一緒に当時の真相を隠して寛大で慈愛に満ちてるふりをしてやがる。本当に見るに耐えないぜ。でもスカーレットキング様は本当に亡くなったわけじゃない。砂漠で神託を聞いた奴がいるんだ。スカーレットキング様は今復活されている。これで俺たちはついに自分たちの神を迎えられるに違いない。その日が来ればあの裏切り者の信者にも、自分の神を忘れた砂漠の民にも全部蹴りをつけるからな。お前らもビビってんなら今すぐスカーレットキング様に帰依すればまだ間に合うかもな。お前みてえな教令員の奴らに話すことはねえ。話はここまでだ。待て、君たちはこの人に騙されている。なんだって？またてめえか、この教令員の気狂いが。そう、俺だ。前にも言ったが、もし俺と向き合って話をしてくれるつもりがないなら、君たちが不愉快になるようなことをする。それから君たち、さっき渡されたその住所は偽物だ。こいつらは人を騙して自分たちの縄張りに行かせるために、あちこちで物の情報を提供できると喧伝している。そこに着いたら最後、彼らは君が物を買いたがっている証拠を盾に取って持ち金を全部渡せと脅すんだ。黙れアルハイゼン、いつも俺たちの商売を邪魔しやがって。一体どういうつもりだ。何度も言ったはずだが、君たちのボスと交渉したい。うちのボスも言ったはずだが、てめえと交渉なんかしねえってな。確かに前はそう言っていたが、これからもそう思い続けるとは限らないだろう。言っておいてやるが、俺らに手を出させるな。普段俺らは教令員の奴らに乱暴な真似なんざしない。収めるのが面倒だからな。でもてめえみたいな気狂いに対してなら話は別だ。武力対談が君たちの答えならいいだろう。俺は受けて立つ。魔人たちだって戦争でテイバットの帰属を決めたのだから。だがもし対話の道が見つからないのなら、俺がこれからすることは君たちの商売を邪魔するだけで済むようなことじゃない。君たちエルマイト旅団は面目を失うことになる。君たちがそれを大切にしているのは知っている。もし俺が行動を起こせば、君たちのボスは自ら俺に会いに来ると確信できる。だがその時にはもう取り戻せないこともあるだろう。それから一つアドバイスがある。今日ここで起きたことはボスに正直に伝えておいた方がいい。後になって君がちゃんと報告しなかったからだと責められないようにな。なんだと？よく考えてみるといい。俺が今まで言っていたことの中で果たさなかったことがあるか。
兄貴、この気狂いが。分かった。てめえが本気で死にてえのなら、一週間後の午後4時ファロス灯台の前の桟橋に来い。ただでは済ませねえからな。待て、彼女たちの50万を返せ。お客さんたち、あの人たちを怒らせちゃって、これからうちの店はどうすればいいんだ。それに彼らは食事代だってまだ。旦那、最近店の接客係がだいぶ減っているようだが、学生たちに情報を広める仕事で忙しいようだな。それは。君はあの悪者たちと取引をしているのだから、聞かれた時には口ごもるだけでは済まないだろう。俺たちへの口止め料にしてはかなり安いはずだ。さっきのあの人、なんであんなことができるんだ。エルマイト旅団のやつら、オイラたちのモラを置いて逃げちゃったぞ。あいつ、いろいろ知ってるみたいだ。追いかけて聞いてみようぜ。あっちに行ったぞ。早く追いかけよう。Maluco já tem uma visão, é um personagem que se destaca em relação aos outros. ちょっと待て。お前はアルハイゼンっていうのか。どうかしたか。いや、そもそも俺の目標はあいつらだった。君たちはチャンスを提供してくれたからな。今はお互い貸し借りなしだ。それと一つ忠告しておくが、あいつらからは離れた方がいい。彼らは君から金を稼げなかったからな。この先また君たちにちょっかいを出すかもしれない。それでは。ちょっと待てよ。お前に聞きたいことがあるんだ。さっきお前はあいつらの前でその詐欺を暴いた。ってことは物の本当の情報を知ってるってことだよな。君たちは何者だ。どうしてこのことを知りたがっている。学生。あいつらが君と商売をしたのは、君のそのデタラメを信じたからではないよ。え？ああ、そうなんだ。こいつはとってもすごいんだぞ。お前、これからあいつらと武力対談するだろ。オイラたちは手伝えるぞ。神の目も持っていないのにか。やめておけ。確かにこいつは神の目を持ってないけど、元素力を使えるんだ。そうじゃなかったらオイラたちだって気軽にあの、ああアフンなんとかのやつらに情報を聞きに行けないだろ。あいつらの怖い様子だと、お前と会う日にはきっと大人数を連れてくるに決まってる。お前に助っ人がいるのかは知らないけど、オイラたちを連れて行けば何か役に立つかもしれないぞ。いいだろう、わかった。君たちはあの物を売っている商人を探しているんだろう。紙とペンはあるか。そのうちの一人の住所を教えてあげるから、運試しに行くといい。約束の時間に桟橋で落ち合おう。君たちが来なくても構わないけどな。あの、商人の情報を教えてもらっておいてなんだけど、それ以前に物って一体何なんだ。君たちは物の正体も知らないのに50万も出したのか。まあ確かに、もし君が本当にすごい腕前の持ち主であれば、あいつらが本性をさらけ出した時に武力で答えを見つけられるか。
物の情報を聞いているからには全く知らないわけはないだろう。どこまで知っているのか教えてくれ。そうすれば無駄なことを言わずに済む。物は多分教練員と関係があって、エルマイト旅団の奴らが取引をしてるだけじゃなくて、学生たちもそれを探してる。それと、君たちは情報を大体掴んでいるさ。実物を見たことがないから情報をまとめられないだけだろう。これが君たちが探しているものだ。よく見えなかったぞ。あの飾りみたいなのはなんだ？これは缶詰知識という。簡単に言えばこれは単なる器で、特定の知識をある程度の量保存しておける小型のアーカー社みたいなものだ。これを自分のアーカー社端末に接続すると、誰でもその中の知識にすぐアクセスできる。そう、誰でも。複雑な規則があり、それぞれの知識にアクセスできる人を厳格に審査するアーカー社とは違い、これは無条件に中身のものを渡すんだ。なんだかすごそう。基本的にはこれは便利で無害な知識ベースだ。だが残念ながら、スメールでこれを個人的に所持したり取引したりするのは違法だ。これは学者たちが世界中から手に入れた知識をアーカー社に保存するために作られた。使った後はすぐに処分すべきなんだ。しかしたとえ厳重に警戒していても、一部の缶詰知識は処分の運命から逃れてしまう。この世にはアーカー社にデザインされた人生に不満を持ち、これを使って運命を変えたいと思う人がいるからな。この100年、教令院から流出した缶詰知識はいろんな内容のものが混雑している。そしてオルモス校では、真に価値のある上物はエルマイト旅団の金儲けの道具となり果てた。だがエルマイト旅団がゴミとみなしたものは、一般人や教令員の不運な学生たちの役に立つことがある。俺に言えるのはこんなところだ。君の本当の狙いはそこなのか。現状の取引では、その質問に答えるのには値しないと思うが。まだ諦めないんだな。いいだろう。人が少ない場所で話そう。Bom, vamos para uma localização um pouco mais isolada pra gente conversar com o cara aí. さっきの話の続きをしよう。教令員のなくした缶詰知識に関する情報を知りたいなら、あることに協力してくれ。ある人のところに行ってほしい。ドリーという名の旅商人だ。ゴミの缶詰知識しか持っていない商人とは違い、彼女はよく本当にいいものを手に入れているんだ。利益が出る限り彼女は何を売るのも恐れないという人もいる。彼女は教令員の人を警戒している。貨物のほとんどが教令員の感性に合わないものだからな。だが俺は彼女のブラックリストに載っているかもしれない。彼女御用達の情報屋に会ったことはあるんだが、ごまかされたんだ。ドリーのお客になって彼女の信頼を得てほしい。これが今後協力を続けるための条件だ。なんでオイラたちをそいつに会わせるんだ？ことがなるまで君たちに引き続き質問する資格はない。
わかったよ。じゃあオイラたち、どうすればいいんだ？君たちはスメールに来たばかりの外国人だから、ロリーにとっては安全な顧客のはずだ。俺から情報屋の住所と連絡を取るための暗号を教える。暗号以外に彼女から特殊な要求があるかどうかはわからない。君たちには臨機応変に対応してもらうしかない。うわぁ、なんだか緊張してきたぞ。そして鍵になるのはドリーに会えてからだ。彼女は金銭に関するものへの嗅覚が鋭い上、商品を見る目も優れているから、目の肥えている客しか好まないんだ。資金はこちらで用意するから、彼女の商品の中で質の一番良いものを買い、彼女に認められてきてくれ。だけど缶詰知識を見たのはさっきが初めてなんだ。どう選ぶのかなんて全然わからないのに、こんな短い時間で見分け方を覚えられるものなのか？うん、確かに。君たちは元素資格というものを知っているか？ほう、意外だな。また君のことを見直したよ。その能力を持っているなら話は簡単だ。ここに缶詰知識が2つある。品質の違いがわかるか？オイラから見ると全く同じように見えるけど。元素資格を使ってもう一度見てみてくれ。おい、どうだ？何か見えるか？これが噂によれば一つの見分け方らしい。元素資格を使って見たとき、より価値のある缶詰知識はほとんどがより明るく見えるそうだ。知識は世界中に由来し、草元素力の根源でもあるからな。知識の力が強ければ草元素力の色もより明るくなるというわけだ。ただし一部の缶詰知識は強い元素力を持つにもかかわらず、その内容が現在の生活にはあまり役立てられないから価値も高くない。まああくまでも小手先の見分け方だが、ドリーの信頼を得るには十分なはずだ。なんだかすごそうだぞ。これを持っていけ。情報屋の住所と暗号を書いておいた。そしてこっちは缶詰知識を買うための資金だ。モラを惜しむ必要はない。ドリーの心を動かすにはこのくらいは必要だ。もし取引後に資金が余っても返さなくていい。くれぐれも気をつけてくれ。最近一部のマハマトラもオルモス港に来た。彼らに捕まったらこれまでの努力が無駄になってしまう。マハマトラ？教令院に所属し監督管理をしている者たちで、缶詰知識の違法取引問題の処理を担当している。先ほども言った通り、缶詰知識の所持や取引は教令院に禁じられていることだ。あいつらは勘が鋭いから、目をつけられたらひどい目に遭う。もしやめておくならまだ間に合うが。わかった、交渉成立だな。もしドリーとの取引に成功したら、ウィカラ大将宿に来てくれ。その時には心を開いて話しよう。アルハイゼンからもらった紙によると、ドリーの情報を持ってるやつは旧市街にいる商人だって書いてあるぞ。
書いてある方法でこいつと接触してみよう。